結構あのレースウィークでは暑くなったんですけども、コンディションいかがでした？まあ路面温度は高いんで、まあ、ちょっとタイヤにはもちろん厳しくなるのはそれももちろん当然なんですけど、その中でもきっちり最後まで機能してくれてたし、まあ最後までちょっとバトルでペース崩したのがありましたけど、まあこう路面温度が高いからとか言ってそうペースがとても悪くなるってことはなかったんですけど、でももうちょっと良くしていかないと前には絶対追いつかないんで、まあちょっと明日もレースあるんで、まああの2レースの利点を生かしたいなと思いますね。まあ、レース1を終えて、まあ、ちょっと明日に向けて改善点みたいなのは見えてる感じですか？そうですね、まだまだやることはいっぱいあるし、やりきれなかったその決勝今日はもうこれでいくしかないなっていう感じで挑んだ部分もあったので、まああの明日に向けてもうちょっとよくできるなっていう自信はありますけど、はい。じゃあ現状どうですかね、中須賀さんについていけそうですか？まあ、今日の、差は大きいので、いやもう楽勝ですねって言っても嘘だろってなるんでまああのやっぱちゃんとしていかないとしていくことは不可能だと思うんで、きっちり今日の、まあ、あの終わってからミーティングしてバイクよくしていかないと無理だと思います、はい。